ですか。やばいです。ということで、今回は二松学舎大学附属高等学校にやってきました。初めまして。初めましてだね。すごいとこにあるね。それな、めっちゃ都会。学校に見えなかったもん。本当一瞬見えなかった、うん、こちらのダンス部さんがとても強豪校ということで有名なので、なのでちょっとダンス部の体験をしたいなと思ってやってきました。強豪校でしょ。死ぬ。大丈夫かな。なんかでも結構優勝してるって話を耳に入れたりしましたね。やばい。やばいよ。楽しんでいきたいね。せーの、じゃーん。着いたー。入ってきました。音楽が流れてるんで多分あっちの方でやってると思うんで、ちょっと早速行ってみたいと思います。ドキドキするんです。ドキドキ。失礼します。あ、首やかい。すごい。聞いた聞いたよ。野球部みたいな、あの掛け声の野球部さ。はい。やばかったね。ちょっと挨拶もすごかったんですよ。緊張してる。そう、めっちゃ緊張してる。入ります。やばいです。やばくないですか。
4分って聞いた時の絶望びっくりした。5分だよ。マジ？もう二の腕が限界を迎えている。が地獄すぎたけど、でもなんかこういうフリースタイル見てるとなんか、うん、ダンスって楽しいなって思いました。ありがとうございました。いやダンス部でなんかこう面白いエピソードとかあります？こういう面白かったことあったよとか。面白いことがもう毎日毎日あるから、うん、毎日めっちゃ本当にただ笑ってるというか楽しくやってます。いい、ね、面白いな。感動したい話とかあります？なんかコンテストとか出たとか。チームダンスっていう大会ですごい、そこ終わったらもう3年生引退で、その時にその2位で通過できて、うん、もうみんな号泣で、すごいそれが嬉しかったです。きついことは何ですか？その声出し合いながらやれることで、そのきついことだったりちょっと大変だなって思うことでも、その全員で やれるからこそ、その部活らしく楽しくできるのがあるのです。あの声出しって大事だね。ね、やっぱ気持ちがすごく大事。将来の夢とか、まあ、今後の目標とかなんかあります？その今までその前に立つことだったりとか自分から意見を言うことっていうのはそこまで得意な方じゃなかったんですけど、そういう場面にたくさん触れ合う機会をもらえたので、その先生だったりとかっていう教師の前に立って
人に伝える仕事っていうのがすごい興味を持てるようになりました。かっこいい。やっぱ今までやってきたことを全部出し切って日本一取れるように頑張っていきたいと思います。